の声。インディー、アットマーク、コネクション、ライフ、ツイッターにつながるアルゼンチン国営放送局のメール。ペルは次の通りです。アットマーク、COEXIONRAE。アルゼンチン組から私たちをつながります。 100% アルゼンチンのニュースフィードフェイスブックで見せてみてください。この質問次第では続いて皆さんにご紹介いたします。一曲はマヌエル・ロペス・キローラの一曲で、エル・コンドル・パーサ、コンドルパーサ、コンドルは行く、というこのアンデス山脈上神秘の名曲です。コンドルが大空に舞う姿を本当に思わず表している一曲と思います。コンドルパーサ、コントラルというボーカルグループで、どうぞお楽しみください。いかがでしたでしょうか。聞いていただきましたのはマヌエル・ロペス・ロペス・キローラの一曲です。エル・コンドル・パーサ、エル・コンドル・パーサ、コンドルは雪、コンドルは川という意味の一曲です。
神戸市山脈ドイツ地域の名曲です。カントラル、カントラルという音楽グループでお楽しみいただきます。ご紹介いたしますのは、アルゼンチンのウィンタースポーツに関連するニュースです。アルゼンチン南部のキリスト州のラ王者、スキー場開きが昨日行われました。ウィンターシーズンを本格的にスタートし、キリスト州の州知事も参加し、この同州最大のスキー場、ラ王者、スキー場開きが行われました。海抜800メートルの場所に位置するこのスキー場は、毎年たくさんの観光客が訪れて、スキーを楽しみます。29のコースがあります。アルゼンチン南部のセルト州のスキー場開きのニュースです。では、本日最後のアルゼンチン音楽として皆様にお楽しみいただきますのは、タンゴ、ナランコエンフローレ、みかんの花、ロベルト・ボゼニーセの歌声でどうぞお楽しみください。Radio Difusión Argentina al Exterior.